はい、皆さんこんにちは。今日はですね、AW500NS7E1T、AW500NS の 7E1T、1998年に発売となったですね、AW500K のアナログの限定モデルですね。アナログの限定モデルの紹介をしたいと思います。実はですね、このモデルなんですけども、1998年に、AW500K ということで、久しぶりに発売になったんですけども、全部ですね、6種類もというんでしょうか、6種類も同じ発売日に発売されまして、スケルトンモデルのアナログということで、非常に話題になったモデルでした。ただですね、当時、他の G-SHOCK が非常に人気を集めていたせいもあってですね、特に DW の8200系のフロッグマンとかですね、そのあたりのモデルが非常に人気があったために、この1998年に発売になった AW500NS シリーズについては、それらのフロッグマン等に比べるとですね、やや人気がなかったモデルということになります。で、最近はですね、なかなかこの AW500NS の良い状態の、ものに出会うこともなかなかないのかなと思います。市場ではですね、だいたい電池が切れた状態のものが売られていたり、変色して、このスケルトンのベルトとベゼルが変色してしまっていたり、よくあるのがですね、中のモジュールと言われる、大事な部品ですね、心臓部の部品がですね、電池の液漏れによって動かないと、電池を入れ替えようとしても動かない状態で、カシオさんで、全く修理も受け付けてもらえない状態になっていることが多いと聞いています。今回ご紹介する AW500NS7E1T なんですが、こちらの現物こちらになりますね。実はこれ非常に、状態としてはいい方だと思います。若干変化しているというか、若干気になる部分もあるんですが、状態としては、動いてますし、私もメンテナンスして使ってきましたので、状態としてはいい方かなと、年代を考えるとですね、いい方かなと思います。で、文字盤が非常に綺麗ですね。こう光が当たるとキラキラと、光り輝く文字盤なんですが、実はこの文字盤がですね、意外と、年月が経つとですね、変色したりして、若干脆い印象は持ってます。どうですかね、画面で分かりますかね、変化してきてる様子がですね。今のところ、状態がいい方だと思いますけども、このモデルもですね、ずっと使っていけるのかなというとですね、いつか寿命が来てしまうんだろうなというような、ある意味儚い G-SHOCK のように思います。同じ時期にですね、発売されたのが、6種類あるということなんですけども、色違いだったり、このモデルは、白クマが、文字盤のところにデザインされてますけども、白熊ではなくてですね、他の動物がデザインされているものではモデルであったり、針の色が若干違っていたり、このボタンの色ですね、このモデルは、水色のボタンですけども、白いボタンのモデルもあったりしてですね、ベゼルの文字の色も白、これは白ですけども水色、青色があったり、6種類のそれぞれの特徴があります。裏蓋はこのようになってまして、モジュールナンバーが380と。で、AW500NS ということですね。非常に綺麗な鏡面加工の、裏蓋になってまして、鏡面加工というのは当時やはり人気がありましたので、このモデルも鏡面加工のスケルトンモデルということで非常に人気の出た G-SHOCK の一つでした。今日はですね、AW の 500NS7E1T、
AW の 500NS7E1T ですね。1998年発売の、アナログモデルの限定モデルということで紹介しました。次回以降もですね、私が実際に使っている G-SHOCK を紹介していきますので、また楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。